真ん中群馬元気情報。この時間は群馬県伊勢崎行政県政事務所の提供でお送りします。真ん中群馬元気情報。この時間は群馬県の情報をお伝えします。本日はゲストとしてフットゴルフワールドカップオーランド2023女子団体優勝、そして2021年から2022年にかけては優勝3回、そして2022年から2023年にかけては優勝11回をしましたフットゴルファーの阿久津里奈さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。改めてでございますが、まずフットゴルファーということなんですが、この新スポーツフットゴルフとはこれどんなスポーツなのか教えてもらってもよろしいでしょうか。はい、フットゴルフというのは、はい、ゴルフだと基本的にクラブとゴルフボールになってくると思うんですけど、はい、クラブが自分の足、はいはい、でボールはサッカーボールを使って、ゴルフともうほとんどルールは一緒なんですけど、はい、サッカーボールをカップに入れるっていう競技になりますね。はい、そうするとあれですか、ゴルフのなんて言うんでしょう、こうサッカー版みたいな感じのイメージでよろしいですかね。そうですね、分かりやすく言うともう、はい、そうなります。はい、分かりました。ちょっとお伺いしたいんですけども、はい、ちなみにこのフットゴルフ、はい、もうゴルフっていうことなので、はい、これ18ホールやっぱりあるんですか。はい、18ホールもあります。18ホール、はい、そうすると結構時間かかるような感じがするんですけども、1回あたりどれぐらいかかるもんですか。そうですね、コースとかにもよるんですけど、だいたい2時間半、はい、3時間ぐらいはかかりますね。なるほどね。そしてそのサッカーの要素もあるということなんですけども、ゴルフだとティーカップって呼ばれる、はい、ボールを乗せる杭みたいなものがあると思うんですけど、はいはい、ありますね。はい、同じくこのフットゴルフもあるんでしょうか。はい、一応ティーアップというものがありまして、はい、そのゴルフと違ってその地面に刺すタイプではないんですけど、はい、普通に芝の上にちょこんと乗せて、その上にボールを乗せて蹴るっていうようなものがあります。あとやっぱり一番聞きたいのがですね、はい、最後やっぱりこう、はい、カップインという言葉があるようにですね、はい、最後カップに入れると思うんですね、はい、これサッカーのボールでやってらっしゃるっていうことなので、はい、大きさ結構でかいなって感じがするんですけど、どれぐらいのサイズなんですかこれ。カップの大きさはですね、はい、53センチという大きさで、はい、まあ、大体そのサッカーボールが2個分入る大きさ、うん、2個分、はい、意外とでもそうすると入れるの難しそうな感じしますね。そうですね、やっぱり2個分なので、はい、まあ、難しい、やってみるとやっぱ難しいなっていうのを感じますね、はい、ああなるほどね。ちなみに阿久津さん、今までこのフットゴルフをやられる前なんですけども、はい、小学生から大学までずっとサッカーを学ばれていたっていうプロフィール拝見させていただきました、はい、なぜこのフットゴルフという、ね、スポーツをやってみようと思ったんでしょうか。はい、まあ、一言で言うと、はい、日本代表だったり、まあ、そのワールドカップっていう、はいはい、まあ、世界を目指せる舞台があったからっていうのがあって、はい、まあ、今年齢が28になる年なんですけど、はい、まあ、その年齢からでも、まあ、そういった舞台を目指せるチャンスがある競技だったっていうのが一番の理由ですかね、うんうん、なるほど。なんかこうスポーツの関係で世界一になりたいなっていう、そんな思いがあったと。そうですね、もうやるからには本気でなるほど、はいはい、わかりました。それがじゃあきっかけだったということなんですね、はい、ちなみに先ほどちょっと打ち合わせでねお話しさせていただいたんですけども、はい、26歳から始められたと。そうですね。そうするとフットゴルフ歴は何年ですか。今3年目に入ったところですね。3年目、はい、やってみて本当にサッカーとの違いっていうんですか、はい、そういうのがあるかと思うんですけど、ちょっと教えてもらってもよろしいですか。そうですね、もう話すと長くなっちゃうんですけど。あ、どうぞどうぞ、はいはい、まあ、やっぱり、まあ、サッカーの蹴る技術ももちろん大事なんですけど、はい、まあ、ゴルフはメンタルスポーツと言われてるように、はい、フットゴルフもやっぱもうやってることはゴルフと一緒なんで、はい、まあ、サッカーと違って、まあ、一人で、まあ、孤独にプレーしてるので、まあ、どれだけもう孤独に勝てるかというか、
はい、まあ、メンタルすごい大事になってくるなっていうのは思いますね、うんうん、なるほどね。やっぱ一人でやってるっていうとすごいメンタル面がね、ここで入れなきゃとかっていう時が、あ、そうですね、あのそういうプレッシャーとかがすごくかかってくるということなんですね。はい、はい、そしてですね、今までこういったフットゴルフやられていますが、今後フットゴルフを通じてどのような活動をしていきたいとか、また夢とかっていうのはありますでしょうか。そうですね、まずはプレイヤーとしては、まあ、今回団体で優勝、はい、まあ、個人で7位という結果だったんですけど、まあ、両方で世界一を取りたい、はい、っていうのもありますし、あとはその日本国内での、はい、まあ、普及というかフットゴルフを広める活動っていうのも合わせてやっていきたいなとは思ってます。なるほど。この群馬県でこのフットゴルフ、はい、実際にこのスポーツをやってみたいなと思った時にやれる場所ってあるんですか。はい、実は、はい、群馬県には5カ所できるゴルフ場が、はい、5カ所結構多いですね、はい、そうですね、日本では多分一番多い県になってるんじゃないかなっていう、はい、ちなみに日本ではどれぐらいあるんですか。そうですね、現状今20から30ぐらいと言われています、はいはい、じゃあそのうちのもう5カ所が群馬県内にあると。そうですね、ということで、そうするとじゃあ群馬県内でこうフットゴルフがね、もっともっとこう活躍、またプレーすることができるっていうすごい環境に恵まれた場所だと。そうですね、フットゴルフやる上では、はい、とても恵まれている場所だと思います。なるほどね、わかりました。ワールドカップの方も行かれてるということで、ちょっと世界のね、はい、フットゴルフについてもちょっとお聞きしたいんですけども、はい、世界でどれぐらい競技されてらっしゃる方とか、またその参加されてる国っていうんですか、はいはい、やられてる国っていうのはあるんですか。そうですね、まあ、国数でいうと、まあ、約40カ国、はい、40カ国、はい、はい、になりますね。で今回のワールドカップに関して言うと、はい、参加人数が、まあ、1000人弱と言われて。1000人、はい、結構多いですよね。はい、多かったですね。はあ、わかりました。その中で、まあ、戦って、まあ、その女子団体で、はい、まあ、優勝ということなんですけども、はい、この女子団体というのは同じようにこうフットゴルフをやってらっしゃる方、はい、何名でやられてるんですかこれ。そうですね、女子の参加者で言ったら、はい、大体120人弱だったんですけど、はい、まあ、団体戦ってなると最低4人は必要だったので、はい、参加チームで言ったら、まあ、16、はい、はいはい、結構の多 多いですよね。そうですね、多かったですね。へー、なるほどね。ちなみに日本でまだまだこのフットゴルフっていう新スポーツですか、はいはい、知られてないっていうような方も多いかなっていうふうには思うんですけども、はい、他の世界とかではどういったところがやっぱり特にこの盛んにこの新スポーツフットゴルフやられてるんでしょうか。そうですね、やっぱりヨーロッパが多いなっていう、はい、イメージはありますね、はい、ヨーロッパ、はいはい、この日本のフットゴルフと、はい、まあ、そのヨーロッパのフットゴルフ、はい、まあ、こう世界戦も行かれてると思うんですけども、はい、なんかこうコースも含めてですけども、はい、またその選手との、その違いとかってありますか。そうですね、コースだと、はい、その日本だと結構ラフ、ゴルフのお客さんの邪魔にならないように、うんうんうん、ラフにカップが掘ってあることが多いんですけど、はい、海外になるとそのフェアウェイって言って芝が短いところに掘ってあったりとか、はいはいはい、まあ、そういったところでそのボールの転がる速さだったりとか、はい、そういったものが違うなっていうのはとても感じましたね。あ、もう環境もやっぱりちょっと違うからこそ植物たちも含めて、あ、そうですね、植物たちも違うなっていうのをやっぱり感じるっていうことですね、はい、そうですね、なるほどね。いやもうこれはね、なんか話聞いてみないとなんかわからないところだななんていうふうに思います。でちょっと私的にいろいろ聞きたいなと思ったところがありまして、はい、先ほどラフという言葉が出てきたと思うんですけど、はい、ゴルフのコースを使われるっていうことなので、はい、バンカーとか、はい、あとは池ポチャっていうんですかそれもやっぱあるんですか。ありますね、両方ともあります、はい、ちなみにバンカーの時はこう抜け出すのがすごく大変そうだなって感じがするんですけど。そうですね、はい、やっぱりその初めてやられる方はやっぱ苦戦しているような、はいはい、印象ありますね。禁止事項とかってあるんですか。あ、そうなんです、実は、はい、バンカーだと助走ができない、はい、助走ダメ、はい、なので
はい、その軸足、私は右利きなんですけど、左足を、まあ、ボールの近くに、まあ、固定したまま外に蹴り出す、はい、で蹴り出す時に、あともう一個禁止なキックが、うんうん、そのループキックって言って、まあ、すくい上げるキックになりますね。はい、はい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 、それが実はダメなので、バンカーからボールを出したい場合は、まあ、軸足を固定しつつ、うんうん、まあチップキックって言われるものだったり、まあ、つま先、はい、もしくはインサイドで頑張って出すっていうような感じですね。はい、あ、そうですか。じゃあそうすると、あの普通のね、こうサッカーなんかではこうループキックとかね、はい、皆さんやられてますけど、はい、やっぱこうフットゴルフはフットゴルフでこうダメなプレーもあるということなんですね。そうですね。あ、分かりました、ありがとうございます。まあね、ここまでなんかいろいろお話お聞きさせていただいて、なんかすごい面白そうだななんて私なんかはね思った次第でございます。はい、ありがとうございます。はい、で改めてなんですけども、そんなフットゴルファーの、はい、まあ、アクさんにですね、実際に会えるまたはプレーが見られるようなイベント、近々開催されるものがありましたらご紹介お願いします。はい、イベントに関してなんですけど、はい、10月1日の日曜日、はい、はいに、伊勢崎市 の、はい、あのスポーツ振興課さんの、まあ、ご協力のもと、はい、まあ、伊勢崎市民を対象にした、まあ、イベントが、うん、太田市の鳳凰ゴルフクラブで、はいはい、開催されます。はいはいはい、でそのイベントに関しては私が一応講師として、はい、まあ、フットゴルフやってみたい方、初めての方に向けた、はい、まあ、イベントになってるので、まあ、そのやり方ルールもそうなんですけど、はい、まあ、そういうのも、まあ、レクチャーしながらやりましょうというイベントになってます。アクさん自身がじゃあ教えてくださるっていうことですか。そうですね、はい。で、あとはアク選手の、プロフィールなんかを拝見させていただいたんですけども、はい、ツイッターとかインスタっていうのがあるみたいですね。はい、そうですね、はい。じゃあ、普段のね、ご活躍に関しては、まあ、ツイッターやインスタとかで、はいはい、これ何で調べればよろしいですか。そうですね、はい、普通に多分名前で検索していただくか、はい、で多分出る、ツイッターもインスタも、はいはい、まあ、ツイッターで今 X でしたっけ、はい、はい、ですね、はい、両方名前で検索すれば出るようにはなってます。はい、わ、はい、かりました。じゃあアクツリナと調べてほしいなということですね。ぜひ、はい、わかりました。それではね、ここまでいろんなお話お伺いさせていただきましたが、ちょっとお時間の方もねございますので、最後に PR 一言お願いいたします。はい、フットゴルフというものは、はい、大自然で思いっきりボールを蹴れる爽快感だったり、実はその大人から子供まで誰でも気軽に始められるスポーツになるので、まあ、興味をお持ちの方はまずとりあえずゴルフ場に足を運んでいただいて、うん、一回も試していただきたいなって思うので、ぜひよろしくお願いします。はい、わかりました、ありがとうございます。さあ、というわけで本日は真ん中群馬元気情報、フットゴルファーの阿久津里奈さんにお越しいただきまして、さまざまなお話ねお伺いさせていただきました。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。